丹波県からの画廊チャンス。あー、全回転。おお、あーおおおおおおガロ月光の旅人、うん、おほーい、ありがとうございます。はい、神台させてもくれない。もうちょっと僕が一回当てんと話にならんな。そうですね、いつも初当たり早いんですけどね、新澤さん結構引けてるんですけどね、はい、しかも僕座る前に僕この機種自信あるんでって言って座ってるんで確かに当たりなかったらもう全てがなんか逆フラグになってしまう。おおおお、来た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 。さあ何色だ。 V が来たら当たりです。激アツは激アツ。あっパッパッ、あっ、ザンバ剣、ザンバ剣、ザンバ剣刺さりました。これは熱いです。やっぱザンバ剣ですよ。いやそりゃ、ま、あしかもガロチャンスいきます。ガロチャンス、よーし、さあ次は僕の番だ。丹波県からのガローチャンス。あー、全回転。おお、やば。はい、見せた。魔界チャンスまでやってきました、全回転。これあのガローチャンスはまあ急戦隊撃破とかあっちの方にこう行くことが多いんですけど、ちょっと全回転めったに見れないんで。やらかしましたね。はい、見ていただきましょう。いやこれは嬉しいですよ。あーちょっと僕も動画で撮りたいぐらいですけど、やばいやばい、今しっかり映像撮っていただいてますんで。うおー綺麗、めちゃめちゃすごい。相当レアだと思いますけど。やばいですね。うわ気持ちいい。さあそれでは、まあ、初当たりはもちろん3ラウンドですけど、この後は私が継続率 81% の魔界チャンスに行ってきます。目標は何万発ですか。1万5000発ですかね。やっぱ池田店長は超えないかんでしょ。1万2000ですかね僕は。はい、はい、それよりも2回ぐらいちょっと多めに大当たりしとこうかな。そうですね。いやー今回ね、その、まあ、319なんで当たりが何回見せれるか分かんないし、魔界チャンスいけるかどうかも分かりませんと言ってましたけど、これでお互い魔界チャンスいけましたし、ね、あとはね瞬発力っていうところも先ほど池田店長見せていただいたのでしっかり伝えられてるんじゃないですかね。見せ場山盛りですね今回。山盛りですよ、うん、よし、じゃあ一発目タイマー予告、タイマー告知でいきましょう。さあまずは1回目の当たりになります。でタイマー予告の場合は、まあ、最大で3つのタイマー出てきますと、白、緑、赤、まあ、赤が絡めば、まあ、まあ強いですよと。で2つより3つの方が強いってやつですね。あ、絆獲得した。タイマー告知にしてましたけど1回目継続確定でした。あ、気持ちいい。すごいすごい、フラグ獲得。初代バトルでいきましょうかね。いや最後の一撃でいこう。
はい、さあ最後の一撃。あれ、このパターンはこれ確定パターンですね。あれ、タイマー告知も最後の一撃も見せてくれない確定パターンできました。すごいですね。ちょっと特殊な継続ですね。ジャッジが行われる前にいずれも今確定させてますんで。よし、じゃあもう一回タイマー行きましょうか。早いな出玉。すいません。はい、さっきちょっとタイマー告知見せれなかったのでと言ってたらまた、あれ全部 V 入賞で確定させてしまってる。一回も演出が見せれません。いやおもろいっすね、ガロ面白いです ね、やっぱ魔界チャンスはすごい進化してる。このオール1500発の安心感もやっぱやばいですね。やばいですね、ちゃんと1500出て終わるんで、終わるときも。そうですね。さあ今度こそタイマー告知が見られるか。もうこれね、あ、来ましたね。はい、タイマー告知が、まあ、こうやって2つだったり3つだったりするんですけど、ここは白緑赤と3種類出てますので、まあまあいいやつですね。タイガーが開眼すれば連チャンです。で、このカウントダウンも数字がゾロ目のところでレインボーに変わったりとかっていう確定パターンもあります。はい、まあ、次が赤なんで多分大丈夫。え、全回転？え、全回転？え、マジで？え、いや、じゃボタンバイブしてたのさっき。嘘やん。いや、これそんな全回転出るわけないやん。やばいよ。え、おかしくない？いやボタンバイブで疑似2連やったんですよ。マジっすか？あ、やばー。え、嘘。マジっすか？いや、気持ちいい。そんな全回転出る？ちょっと夜中に汗出てきました。いや、これやばいっすね。最後の一撃いきます。さあ、シーサーさん、出玉バトルといきましょうか。いきましょうか。ちなみに私今6600発出してます。なるほど、えぐい。今の普通のアニメ系リーチから全開でいきましたね。マジっすか、はい、すごいですね。やばいっす、やばいっす。珍しい、また連チャンだ。全然楽しませてもらえないけど嬉しい。じゃあ最後の一撃タイプで。じゃあお互いちょっとこれ魔界チャンス終わったら取り切ったら終了ですね今日は。そうですね、はい、どっちが出せるか最後。はい、多分僕の方が出します。いや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 、あ、僕最近ちょさっきちょっと1万2000発出してもらってますからね。まあそこは最低でも超えないといけないですね。まあ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 、すいません、ありがとうございます。
頼むよ頼むよ、また連チャンですよ、やばいやばい、全然ちょっと最後の一撃こんな感じですみたいなのを見せたいんですけど見せれない、ちょっとやばそうっすよ、あれ4000ポイントしかない、ちょっと池田店長、あーいやいやいや、今から増えました増えました、あーこれはモロだ、あ今多分確定出てますよ、モロさん多分77が出てたんで、あ、ほんますか、はい、多分確定出てましたね、終わるわけないじゃないですか、まあね、3くらいで、まあね、まあ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 、はい、すげえ、うわー、僕はもう最後の一撃モードしかいかないです、相性いいですか、わかんないです、僕ね最後の一撃モードずっと選んでるんですけど、はい、見れないんですよ、いやもう幸せなあれじゃないですか、ずっと確定画面なんで、幸せな悩みですよそんな、なんでだろうな、全回転そんなに良かったのか、タイマー告知に戻そう、ホラーバトル初代バトルちょっと怖くてね選んでないんですよまだ、おこれはですねチャンスバトルっていうたまに出てくるやつで当たりか継続しかないです、一撃入魂当たりでございます、はい、ここもちょっと7なんであれです確定です、うわーいかついな、これいかついっすよ、大丈夫っすよ、大丈夫大丈夫、はい1万発超えました、おーいかついな、はい簡単に超えました、ペロッと出ましたね、簡単ですね、赤ボタン、はい、えあれ、いや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 3465、いや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 、だるまだるま、はい来い、おい嘘、うわお疲れ様でした、いやいやでも池田店長1万2000発出してますから、まあ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 、で魔界だと2回入れてますからね、当たりも3回引いてるんで、まあそうですね、十分ですよ、まあ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 、さあタイマー告知しかまだ見れてないんですけど、あじゃあ最後の一撃いっときますか、もうだって9連目でしょ、9連目でタイマー告知1回しか見れてないっていう、やばいっすね、そんなことあります、あ、まただ、これはこれはすごい、えぐいですよ、ありがとうございます、大当たり中にあのドキドキするジャッジを1回しか受けれてないんですよ、いや幸せやな、これでも池田店長の手玉は上回ります、あ、もう超えました、もうここで1500出るんで1万3000近くなります、あ、いかつい、初代から相性良かったもんな、でも初代はめちゃめちゃ出ててめちゃめちゃ人気があってすごい出玉力っていうイメージでしたけど、それでも1時間で2万発ぐらいだったんですよ、初代、そうですね、そうですね、めっちゃ出てたって言って1時間で2万発ぐらいだったんですよ、倍ですから ね、 そうですね、初代を超えてますよスピードでは、はるかに、そういう意味ではパチンコいい時代になりましたよね、なりましたね、だから1500個規制が非常に最初にネガティブだったんですけど、ね、イメージ的に、本当にむしろそのおかげでっていう感じもありますね、今は逆風吹きましたね、ほんま一回やっとこう、あー来た来た、新別バトルボーナス、あれまた新滅バトルボーナス、ああ来た来た来た、エレメントを破壊せよ、どうかなー、ああちょっと怪しいな、これ相当やばくない、
まだ大丈夫か。ちょっとやばそうですね。あ、でも9090か。さあ10連目ですけど、最後の一撃。ああ、ガロケン、はい、はい、終わりません。ありがとうございます。このいちいちレインボーになるところがかっこいいですね。これでタイマーと最後の一撃1回ずつ見れましたんで、はい、初代バトルに行きたいと思います。10連目でようやく初代バトルですよ。ガーもこれ初代のままね。これ初代ですね。あ、ちょっと怖いな。ホラーバトルいきます。ちょっと通常パターンがここに来て、魔怪獣やばい、やばいぞ。危険度かなり高い。これはやばいです。本当にやばそうですね。本当にやばいです。初代からね、この魔怪獣とレギュレイス相当手強かったですもんね。お願い、いけ。ああ、最後ワンチャンありますけど、まだワンチャン。うー、15780ポイントで終了になります。目標達成です。そうですね、まあ、15000発以上は表示させれたので良かったと思います。さあ、というわけで今回は、話題の最新機種ガロ月光の旅人を2人で打ってまいりましたが、まあ短い時間の割にはお互い魔界チャンスにも入れれましたし、一撃性というところ、そしてあの瞬発力もですね、見ていただけたかと思います。ちなみに今魔界チャンス15000発以上出ましたけども、消化時間20分です。ちょうど20分でしたので、まあ、1時間だとこの3倍ぐらい出ちゃうということが分かりますよね。というわけで、まあ、出玉スピードという面でも現役最強と言っていいんじゃないかという今回のガロ月光の旅人、はい、まあね、あの全国的にかなり人気なので稼働の高いお店ばかりですけれども、お近くで見かけた際にはぜひ一度チャレンジしてみてください。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、実戦終了です。お疲れ様でございました。いやー、すごかったですね。完敗でしたね。2人とも一撃1万発超えるのも、はい、ちょっと想定外だったんですけど、ね、はい、池田店長が珍しく3回も当てて、いやほんまに2回マカちゃん行って、いや素晴らしかったですね。で、僕の方も、まあ、最後1万5000発を超える晴れ出し受けまして、まあ、共にね、時間でいうと約20分ぐらいでそれぐらいの出玉出ちゃったんで、 ね、その一撃4万発5万発っていうのも納得のスピードでしたよね。本当にやばかったですね。はい、しかも、まあ、10年ぐらいで終わってるんですけども、やっぱり継続率 81% なので、これが20年30年っていうのも現実的だと思うんです。はい、でまだまだ打ち足りないぐらいなんですけれども、ちょっとね、これまた近くどっかで打てれば、ね、はい、打っていきたいですよね。はい、打ちたいですね。プライベートでも行きたいですもん。言ってましたもんね。はい、本当に。ただなかなかこう近くのお店でも空き台がないぐらいやっぱり人気ということで、はい、本当に人気なんで、はい、皆さんぜひ朝一からね、そうですね、はい、いや打っていただきたいと思います。さあ、そして、こちら配信が2021年の7月になっているかと思うんですけれども、はい、本日お邪魔してますグランキコラ堺店さん、実はこの7月はですね、誕生月間ということでですね、また1年の中でも、はい、特にこう気合を入れてお客様をおもてなししている月間になりますので、はい、スタッフの皆さんの働く姿勢、そして店長のやる気、はい、ぜひその目で見ていただきたいと思います。お誕生日月ということで、うん、お誕生日月ということで朝一の開店局から、はい、またちょっといろいろ仕掛けをしていきたいなと。悩んでましたもんね。そうなんですよ。7月の開店音楽どうしようか。もう決まったんですか。
一応いや今あのいろんな従業員の方々に、はい、まあ、アンケートで出してもらって、その中から最終的にこう投票したいなと。じゃあ何が聞けるかは来てのお楽しみ。そうですね、ちょっとゆくゆく今いろいろ考えてるんですけど、はい、お客様アンケートみたいなブースを作って、はい、回転局皆さんに決めていただこうかなみたいな。あ、いいですね、はい、ちょっと面白いかなっていうことで、ちょっといろいろやってみたいなっていう、うん、結構回転の音楽でこう気持ちが高ぶったりしますもんね。そうですよ、はい、いや楽しみですね。まあそんなこんなで7月グランキコの境店さん、はい、またねこう一つ年を取って成長した姿を皆様に見ていただけるかと思いますので、はい、この夏もグランキコの境店から目を離さないように、はい、よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。